三船千鶴子7月17日から1911年1月19日は、投資能力を持つ超能力者として、福田祐吉博士に紹介された女性。熊本県宇都郡松藍村にて、官方医、三船修益と、その妻、雪の次女として生まれる。生まれつき進行性の難聴があり、成人する頃には、左耳が聞こえにくかったという、繊細な感受性と、 豊かな情緒性を持っていたと言われる。また、観音菩薩を厚く信仰していたが、悲観的な感情にとらわれる面もあったという。22歳の時、陸軍中佐、河内家県と結婚。ある日、夫の財布から亡くなった50円が姑の使っていた仏壇の引き出しにあると言い当てたことで、姑は疑いをかけられたことを苦にして、自殺未遂を起こした。それが、 元でほどなく離婚することになり、実家に戻る。実家では、義兄中学校の社官、体操教員であった、清原武雄に、お前は、投資ができる人間だとの催眠術をかけられた際に、優れた結果が出たため、修練を続けることとなった。その後、日露戦争時に、第六師団が撃沈された軍艦。 日立丸にたまたま乗っていなかったことを投資したり、三井合名会社の依頼で、福岡県大牟田市にて投資を行い、万田炭鉱を発見して、謝礼2万円を得るなどした。また、樹皮の下にいる虫の存在や海で紛失した指輪の場所を言い当てたり、したという。中でも、清原は千鶴子に、人の人体を投資して、病気を診断させたり、手かざしによる治療を試みた。 評判が広まった地図校を、熊本県立中学最最高の伊勢里京平校長が紹介すると、1909年から翌年の1910年にかけて、京都帝国大学医科大学の今村新吉教授や、東京帝国大学文科大学の福来雄吉助教授などの当時の学者が研究を始めた。1910年4月10日、熊本の清原の自宅で福来と、 今村は、清原の立ち会いのもと、投資実験を行う。人々に背を向け、対象物を手に持って行う地図子の投資が不信を招くことに配慮した福来は、背を向けても対象物を手に取らないで投資するように、させたが、この方法では、不適中に終わった。今度は清原が用意した名刺を茶壺に入れ、それに触れることを許可して投資させると、名刺の文字を言い当てたという。 千鶴子の投資能力を確信した福来は、この実験結果を心理学会で発表した。これにより、投資という言葉が新聞で大きく取り上げられ、新眼論争を含め大きな話題となった。千鶴子の元には投資の依頼が殺到したほか、長尾育子をはじめとした、千里眼の持ち主を名乗る人々が続々と現れた。三船千鶴子1910年9月15日、物理学の権威で、 東京帝国大学の元総長の山川健次郎が立ち合いのもと投資実験を行った。千鶴子は円管の中の文字の投資を成功させたものの、それは山川の用意したものではなく、福来が練習用に千鶴子に与えたものであったことが発覚する。この不審な経緯に新聞は千鶴子の投資能力について否定的な論調を強めていった。そんな中、 長尾育子の年舎を非難する記事を見て、失望と怒りを感じた千鶴子は、清原に、どこまで研究してもダメですと言い放ったとされ、1911年1月18日には、十クロム酸カリで、服毒自殺を図り、翌日未明に24歳で死亡した。一般には、新聞や世間からの激しい攻撃に耐えられず、自殺したと言われるが、地元では自殺の原因は、 父親との金銭的なトラブルによるものだと見られていた。医院で接する患者には、正面から向き合っていたにもかかわらず、上記の通り実験時の地図子は常に観察者に背を向けて10分以上時間をかけており、成功したのは封筒の投資である。これだけ時間をかければ、背後からはわからないようでの先だけを動かして、唾で封を剥がし、体温で乾かして、 元に戻すことは可能であろうとの指摘は当時から出ていた。いずれの実験も条件としては不十分で中には地図を別室に入れていったものまである。さらに、福来の著書、投資と年舎においてでも最初の実験で送った19通の封印付き、封筒のうち投資が成功して帰ってきたのは7通のみで3通はうっかり火鉢に落として燃えた、残りは 疲れてできないということであった。福来は、単純に結果に驚愕したと書いているが、燃えたものはともかく、疲れてできない文は変装されていない。これは、火鉢の湯気を当てて、風を剥がし、きれいに戻せたものだけを変装したと考えられている。鈴木浩二の小説、リングに登場する超能力者、山村貞子の母親のモデルであると言われた。作中では、貞子の母、 山村静子が1950年代に大学教授に才能を見出されてマスコミを賑わすものの注目の前で鉛の容器に入れられたサイコロの目を当てる実験に失敗し世間からのバッシングに耐えきれず自殺したという設定が語られている。京国夏彦の小説毛量の箱の作中において福来の地里岩実験に関してことの経緯を紹介している。 松岡圭介の千里眼シリーズでは、百里幸子が千鶴子の孫という設定になっているが、他のフィクションと異なるのは、千鶴子の能力を超常現象もしくは恋のトリックのいずれともせず、義兄の催眠誘導によりトランス状態に入ることを覚えた千鶴子が、心理学でいう選択的注意という本能的な、才覚を発揮しやすくなっただけという、新解釈が加わっていることにある。ここでは、 千里眼の女の表は超能力でなく直感力に引い出ていただけという意味になる。テレビドラマトリックでは第1シーズン第8話千里眼の男及び第3シーズン第5話念でものを生み出す女に手地図子の生涯が紹介されたほか劇場版第3作では彼女をモチーフとした人物が登場している。同じ筒美幸彦作品のドラマスペック 警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿では、主人公トーマが最初に召喚した、スペックホルダーとして登場。絵の傷の漫画、琴浦さんでは、登場人物の一人である、魚衆ゆり子の母親、魚衆千鶴が千鶴子をモデルとした経緯で登場し、インチキ呼ばわりされて最後は、自殺に追い込まれるという展開である。野田悟の漫画、ゴールデンカムイでは、 漫画炭鉱を投資で見つけたことにより現在の金額にして2000万円の謝礼を受け取ったと紹介される三船千鶴子という架空の人物が登場する。ありがとうございます。